大変長らくお待たせいたしました。ただいまより長野広域連合様、仮称長野広域連合非焼却施設建設工事火入れ安全祈願祭を取り行います。ボタンを押していただきましてから約5秒程度要します。点火の確認が皆様の前の2箇所にございます。モニターにてご確認をお願いいたします。では参ります。3、2、1、点火。長野インターネットホスプと申しますけど、はい、こんにちは、どうも。今日は千曲環境センター、はい、いよいよオープンのことで、はい、火入れ式終わりましたけども、はい、今の感想をお願いいたします。はい、旧市町村からなる広域連合の中にあっても大変貴重な施設の今日は火入れ式を行うことができまして、大変嬉しく思っています。でこちらの施設は単にゴミ焼却というその機能だけでなく、そこから出る熱あるいは発電をすることによって、環境にも貢献できるそういった施設になりますし、特にこういった、SDGs を通じて、環境に非常にこう関心の高い社会の中にあって、この施設が、エネルギー政策あるいは環境政策についての学びの場ともなることを期待しています。今回広域連合の中にあって特に千曲市の皆様にお願いをしてですねこちらに施設を作らせていただきました。そういう意味では本当に地域の皆さんのご理解あってこそだと思いますし、やはり広域連合のみならずこの特にやはり千曲の皆さんに住民の皆さんに貢献できる施設になることを願っています。ぜひ頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。念願のその温床画像っていうのを、ここで火入式できたんですけど、はい、一言感想をお願いします。そうですね、少し予定よりはちょっと遅くなりましたけれども、はい、ようやくこの最新の施設として、はい、これで試運転が始まるということで大変嬉しく思っております。広域なんで、はい、千曲市だけじゃなくて、長野市もね、そうですね、集まってくるわけですよね。そういう意味でなんかすごく思いが大きいと思うんですけども、それどうでしょうか。そうですね、これは桂尾組合ではなくて長野広域連合の施設ということで、はい、長野市さんとですね一緒に、ゴミの処理をするということで、立ち上がったものですから、より環境問題ですとか、リサイクルエネルギー問題もですね広域的に取り組む必要があると感じておりますので、より一層市民の皆さんにこういった環境ですとかリサイクルエネルギーについての啓発もしていきたいというふうに思っております。頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは引き続き代表の方々によります玉串法廷を行います。では長野広域連合広域連合長荻原健司木町長山村博様、
保田環境サービス株式会社代表取締役社長三谷博文様、本日花椒長野広域連合に焼却施設その火入れ式並びに安全祈願の御祭りご参列誠におめでとうございます。それではいただきます。いただきます。ごちそうさまでございました。おめでとうございました。ありました。一言ご挨拶を頂戴いたします、はい、安全で安心な施設の完成を心からお願い申し上げまして施主を代表してのご挨拶といたします。本日は誠にありがとうございます。こんにちは。お世話になります。ご紹介簡単にお願いします。あ、はい、あの私ども今回、この長野 B 焼却施設ですねの建設を森屋商会さんと共同企業体として受注いたしまして、で今ようやく、まあ、姿完成に近いところまで来まして、で今回その火入れ式ということで、これからゴミの実際の焼却をしながらですね、いわゆる試運転調整を数ヶ月かけてやっていくところでございます、はい、一応ゴミは焼却することにはなってるんですね。試運転とは言っても、はい、そうです。ゴミを焼却してみないと本当にきちっと運転できるかどうかが、まあ、確認できませんので、それを調整して、まあ、来春ですけども、実際引き渡します。まだ来春です。そうです。まだまだまだ 4、5 ヶ月ありますので、これからその実際の引き渡しに向けてですね、最終の調整をやっていくという段階でございますので、はい、ゴミのこそりとか廃棄についていろいろ取り沙汰されていると思うんですけども、はい、その辺どうでしょうか。そのあたりはですね、やはりまあ、ゴミの処理施設というのがまあ一般的に言われるんですけども、むしろそのエネルギーの循環とかですねいうところも含めて、まあ、今回発電も やるようになっておりますので、あるいはその熱をその温浴施設ですね、こちらで使えるようにということで、単純にゴミ処理ということだけではなく、まあ、資源循環エネルギー循環というような形で広域連合の方々もそれを望んでいらっしゃって、まあ、そういう施設にしていくということで、まあ、これから最終段階に向けてやっていきたいと思っております。設計を担当されたわけではないんですか。基本的には設計を担当しております。もちろんパシフィックコンサルタントさんとかですね、はい、関与していただいております。なるほど。聞き慣れないというか、よく聞く久保田さんと同じフェーズになるんですよね。そうですね。株式会社久保田は農業機械で有名だと思うんですが、はい、その子会社で私ども久保田環境サービスという会社で今回施工させていただいています。環境について頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。